はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病、闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の決意が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのやっすーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、今日は体のお話です。唾液のお話ですね。先日ポテチにまつわる唾液の話をしました。唾液が少しずつですが出てきているのもお話ししましたね。口の中がただれてたのがマシになってきているのもこの唾液のおかげだと考えています。なので今日はそんな大事な唾液のお話です。唾液はですね、口の中を潤すだけではなく、口の中の細菌の増殖を抑え、口臭とか虫歯とか歯周病などさまざまなトラブルから僕たちを守っています。唾液は 99% 以上が水分です。残りの 1% ほどに抗菌、免疫、消化などに関わる重要な成分が含まれています。そんな唾液の力がね、8つあります。8つ。まず1つ目がですね、自走作用と言いましてね、歯や歯の間に付着した食べかすやプラークね、歯垢ですね、それをね、洗い流します。そして2つ目、抗菌作用ですね。抗菌作用を持つ成分が口の中の細菌の増殖を抑えます。そして3つ目、 pH 干渉作用ですね。飲食により酸性に傾いた口の中の pH を中和させて虫歯を防ぎます。食べ物によってね、 pH のあれが変わってしまうとね、こうか、 pH のあれが変わってしまうとやっぱ細菌とかがね出てきて虫歯になってしまいますんでね。そして4つ目、細石炭化作用ですね。飲食により溶けかかった歯の表面を修復し虫歯を防ぎます。虫歯を防いでくれますね。それから2つ続いてますけども、そして5つ目ですね、消化作用。酵素アミラーゼがでんぷんを分解して消化しやすくします。じゃがいもとか食べたらでんぷんとかねありますんで、それを分解して体の中でね消化しやすくしてくれるんですね。そして6つ目、粘膜保護潤滑作用。粘性のあると粘り気のあるね、ムチンっていう粘膜を保護して発生をスムーズにします。そう、最近こう喋りやすくなってるのが多分これのおかげだと思うんですよね。感謝します。そして7つ目、溶解義臭作用。味を感じさせ噛み砕いたり飲み込んだりしやすい塊にしてくれます。溶解なんで、まあ食べ物をねこうしっかり溶かしてくれるとかで、まあ、それ溶かしたやつをギュッと集めてくれて噛みやすくして飲み込みやすくしてくれるっていう作用ですね。で8つ目、これ重要ですよね、粘膜修復作用。粘膜修復作用ですよ。上皮成長因子と神経成長因子が傷を治してくれますっていうやつですね。以上8つです。まあそのこういう上皮成長因子というやつと神経成長因子がね傷を治しますって最後にね8つ目に言ってくれたんですけども、まあ、これのおかげでやと思うんですよね。ただれが治ってきてる、治りつつあるっていうのがね。まあでもね、免疫抑制剤の力も借りてるので今マシになってるのはマシになってるんですよ。でも早くこういう風な唾液の力のみでね回復させていきたいものです。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。
この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、このチャンネル、この動画がよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。